イギリスなど海外で報告が相次いでいる原因不明の子どもの急性肝炎について、厚生労働省は国内で感染が疑われる4人の患者が新たに確認されたと発表しました。WHO ・世界保健機関によりますと、子どもの急性肝炎は、今月6日現在で世界で169人が確認され、1人が死亡しています。 このうち74人に風邪のような症状を引き起こすアデノウイルスが検出されていますが、関連は分かっていません。厚労省によりますと、国内ではこれまでに感染が疑われる16歳以下の患者3人が発表されていますが、新たに4人がこの肝炎の疑いで入院したということです。4人の性別や居住地、肝移職をしたかなどについては明らかにされていません。